こんばんは、篠宮夏樹です。この動画は阪神電車内で駅を見ていきます。よろしくお願いします。このチャンネルでは駅を見に行ったり旅行の様子を動画としてアップしております。チャンネル登録よろしくお願いします。また動画の前半は地図を見ていくパートとなります。後半の方で実際の映像がありますのでね、概要欄にチャプターを作ってありますので、お好きなところから再生をお願いします。さて、それではね、地図を見ていくことにしましょう。今回見ていくのは阪神電車本線の内出駅となります。所在地は兵庫県芦屋市内出小槌町となります。内出の小槌のお話が残るところということで、周辺は昔は内出村というところだったそうですね。町名ほんとたくさんあるんですけども、内出村だったところには内出なんとか町とね、全て残っていたそうですが、まあ、現在はここ内出小槌町だけがね、内出の名前が残っているような感じですね。町名が変更になる時にね、住民運動があったようですね。やはり小槌町と、まあ、なってるよりは内出小槌町となってる方が、あのお話に関係があるところなのかなとこう思うねことも多いでしょうし、やはり由緒ある名前ということでね、残したいという思いもわかる気がしますよね。はい。で、駅の南側なんですけども、現在は埋め立て地と住宅地となっておりますが、昔はね、パッとこんな感じで海がかなり近いところだったようですね。で、駅の北側の方は JR の線路、そしてそのさらに北側には阪急の線路があります。JR の方は芦屋駅がかなり近いところにあるようですね。で、さらに北側阪急の方はちょうどね、こちら芦屋駅と宿川駅の間ということで、まあ地図を見る限り本当住宅地といった感じなんですけども、駅はない地域となっております。はい。それではね、古い地図を見ていきます。こちらが地理院地図の1945年から1950年までの地図となりますね。まあ、神戸大空襲とかね、篠宮の方も空襲が多かったと思うんですけども、空襲が多かった地域ではあるんですが、この辺りはまだ少し家が残っているような感じですが、やはりね、家が壊れた後なのかなという後のところもね、やっぱありますね。まあ、他にはやはり畑がね、多い地域であったようで、この内出駅の周辺については、のどかな地域だったのかなという感じです。こちらが1961年から69年までの地図となります。だいぶね、家も元に戻ってきましたね。こちらが1974年から78年。こちらが1979年から83年。こちらが84年から86年。ということですが、まあ、芦屋市というね、高級住宅地というイメージも持っている方多いと思うんですけども、それは大体ね、芦屋市の北の方の地域、こっちの方の地域ということで、この内出駅の周辺についてはね、本当、まあ、普通の住宅地なのかなといった印象を私は持っています。こちらが2009年の地図となりますね。で、この内出駅北の方にはですね、宮内庁所管の陵墓があるそうなんですよ。まあ古墳と言ってもいいのかなという気はしますが、阿保親王塚古墳というのがね、あるそうで、ちょうどね、駅の北側にね、石碑があるんですよ。それ実際の映像でも入ってると思うんで、見ていただいたらいいかなと思うんですけど、場所は北側の方にある古墳になるんですね。はい。これがね、宮内庁所管の陵墓だそうです。こんなところにあったんだという感じ、私初めて知りました。はい。まあ、まあ、ちょっとね、駅から離れてますんでね、あれなんですけど、また、ちょっとね、内出の方行った時はね、歩いて行ってみようかなと思ったりはします。まあ、芦屋駅からもかなり近いですからね。はい。さあ、それではね、実際の映像をご覧ください。それでは実際の映像になります。阪神電車内出駅です。まずは駅の北側からなんですけども、少し歩きますとこちらにはね、コンビニがありますね。セブンイレブンなんですけど、駅の南側のね、商店街の中にもね、セブンイレブンが確かありましたね。で、こちらの道路、幹線道路ですけどね、道路沿いには街路樹が整備されてまして、あ、なかなか綺麗な道路だなといった感じです。そして私の背後なんですけどね、実は石碑がありまして、こちら
阿保神農廟というのがねありましてね、なんでこんなところに石碑があるのかなと思って、この人の名前を調べてみたら、駅のもっと北の方にね、宮内庁所管の陵墓があるのが分かったという感じになっております。こんなところに石碑があるんですね。ここからなんか道が昔あったんでしょうか。さあ、それではね、駅の南側の方にね行ってみることにしましょう。さあ、こちらからね歩いていくんですけども、駅のね東側には踏切があります。で、結構ね私も撮影の時にね、この辺踏切よく閉まるんですよね。まあ、内出駅、日中は1時間に6本程度、10分ぐらいおきにね列車が来るんですよね。まあ、上下線合わせますとかなりの本数になります。平日の朝、上りはね区間特急が止まるということになっていますので、まあ、結構ね踏切閉まるみたいですね。まあ、私が撮影した時はね、開かずの踏切といった印象はなかったですけどね。さあ、それではね渡っていくことにしましょう。結構ね人が渡るんでね、私もこう踏切の端っこをね、渡りながらなんですけども、スーッとこう渡っているとね、すぐに次の列車の踏切が鳴るような感じです。こちらがまた改札入り口がありまして、内出駅は上りと下りでね、それぞれ改札口があります。さあ、こちら商店街、もう少し歩いて南側に行ってみることにしましょう。商店街の中なんですけどね、シャッター通りというほどではないんですけど、まあ結構静かな感じで、でも店はちゃんとね開いているといった印象です。こちらは43号線の内出交差点、上に見えてるのは阪神高速になりますね。まあ、この辺りはね交通量の非常に多いところとなります。それでは駅の方に戻っていくことにしましょう。踏切の方までね戻ってきました。でね、こう踏切がずっと閉まってる時はね、こちら改札の隣にね地下道がありますので、これでね向こう側へ渡ることもできます。まあ、少し細い階段なんですけども、ちょっと降りてみることにしますと、なかなかねちょっとびっくりした光景なんですが、こちら広いんですよね、この地下道ね。なんかこうフェンスの外はまあ改札内といった感じなんですけど、内出駅はここに昔改札があったようなんですね。バリアフリーの工事が2006年平成18年にあったようで、地下にあった改札がこのバリアフリーの工事の時に地上へ行ったという形になっているそうです。それではこちらの上り、大阪梅田方面の改札から入ってね、駅の中を見てみることにしましょう。こちら自動改札、自動券売機ともにね数は少ないなといった印象ですよね。まあ、でも上りと下りがそれぞれ別の改札になっていますんでね、これで十分なのでしょう。窓口はあるようですが、シャッターが閉まっていました。こちらの下りのね、ところには結構駅員さんいらっしゃいましたね。この時間は上りのところにはね駅員さんはいませんでした。ご覧のようにね、駅の構造は対面式ホーム2面2線の駅となっています。まあ、この構造は昔から変わらない感じですね。ただし、ホームの長さはね、先ほど言いましたバリアフリーの工事の時に延長があったようですね。今いる場所、正面に見える下りホームの下、積み石が少し古いのがわかるでしょうか。古くからのホームですね。こちらから先に見えるのが新しく延長されたホームになるんでしょうか。それでは地下道を通ってね、下り、三宮姫路方面のホームにね、行ってみることにしましょう。ご覧のようにどうですか、なかなか広い空間ですよね。さすが改札があった空間だなといった感じです。こちらの階段もね、なかなか幅が広い階段だなといった感じですね。改札から入ったお客さんがこちらからね大量に階段登っていたんでしょうか。エレベーターもなんとか新しく感じますね。しっかりと上下線それぞれにあるエレベーターはねスロープで結ばれていますね。まあ、バリアフリーの工事しっかりと行われているようです。フェンスから外側に見える階段は外の地下道の階段となりますね。さあ、それではね階段登って、下り三宮姫路方面のホームに行ってみることにしましょう。
こちらが下り側のホームとなります。そして下り側の改札はね、このホームの先にありますね。ご覧のような感じとなっております。まあほぼ上りの改札と同じような構造ですね。ホームの景色はご覧のようになっています。先ほども言いましたように、ホームの下、積み石が古いですよね。ここは古くからあるホームでしょうか。さあ、ホームの先端まで来ました。内出若宮町踏切となっているんですね。これは昔の地名が残っているのかなといった感じですね。さあ、それでは今回の動画は阪神電車内出駅を見ていきました。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。